愛知県武豊町にあるジェラの武豊火力発電所で火事が発生したということですこちらお伝えしているのは現在の映像ライブの映像ということになっていますこちらなんですが今上空からの映像で捉えているんですが手元の情報では建屋の屋根の部分がですね どうも吹き飛んでしまっているという情報が手元に入っていますそしてその奥に放水活動が行われている様子というのも見て取れます詳しくお伝えしますと消防によりますと午後3時半の時点で怪我人がいるかどうかは把握できていないということです 建物の13階の部分にあるボイラーの施設から煙が出ていて、消防車両14台が出動しているということです。 きょう午後3時過ぎ、付近の住民などから爆発があり黒煙が上がっていると119番通報がありましたきょう午後3時過ぎ、付近の住民などからは爆発があり黒煙が上がっていると119番通報が相次ぎました現在も消火活動が続けられているというのがこの手元に入っている情報です。